機嫌いかがですか。水野浩です。まあ、ルパン三世の面白さっていうのは圧倒驚く大冒険をですね、普通の映画ではできないアニメーションの形を借りて私たちを楽しませてくれる、そこにあるんじゃないでしょうか。そしてルパン三世、次元五右衛門、藤子、そして銭形警部、こういったキャラクターの面白さがワクワクさせてくれるわけですよね。さあ、ゴールデンウィーク、明日からはですね、劇場で最新作のルパン三世デッド・オア・アライブ、これがロードショー公開されるわけですね。今夜は一足先に、テレビ初登場の劇場版ルパン三世くたばれノストラダムス、これをですね、ワイドクリアビジョンでご覧いただこうというわけですね。さあ、これは1000メートルの巨大な塔の中に住まれた陰謀をですね、ルパン三世がどうやってやっつけているか、古田貫一さんの声です。そして足立美ちゃんも出てるわけですよ、声の出演で。さあ、 CM 続いてです。ごゆっくりとお楽しみください。この放送はマンダム接種月経館、 JR 東日本大京都、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、いかがでした。お楽しみいただいたんではないかと思うんですが、このルパン三世、劇場の方でも最新作レッド・ア・アライブ、これがいよいよロードショー公開されるわけですよ。ルパンの声をやっていただいている古田貫一さん、このスタジオに遊びに来ていただいたわけですよ。いろいろお話を伺いましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、あの声を入れることの難しさ、はい、私感じるんですけどね、大変でしょうね。そうですね、やはりその亡くなられた山田さんのやってこられたご苦労みたいなものがまず感じられますね。ああ、そうでしょうね。で、またあの自分は山田さんの一部をこう真似しただけなので、ですからそれを絵に当てはめるとやっぱりすごく大変でしたね。ああ、そうでしょうね。さて、今度 の、 あのデッド・アライブなんですけどね、はい、なんかあの特別なことをいろいろとあるようですね。やっぱり泥棒なんだと、あ、なるほど、悪い人間なんだっていうものをちょっと匂わしてて、もうルパンの原点になった渋いなんか作品じゃないかなと思います。面白いですね、はい、ぜひぜひ、ね、はい、ご覧になっていただきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、次はたっぷりとお楽しみください。歌う海女さんコメディ、天使にラブソングをなんですね。主演はもちろんあのウッピー・ゴールドバーグ。彼女はですね、なんと殺人現場を目撃してしまいまして、殺人鬼たちに追っかけられるわけですよ。そして逃げ込んだのが二層院なんですね。ところが彼女はですね、見事にその二層たちと一緒に歌って踊って楽しませてくれるわけですよ。天使にラブソングをです。いや、映画って本当に素晴らしいもんですね。それまたご一緒に楽しみましょう。さよなら、さよなら、さよなら。ミーノモンタでした。いよいよ明日から劇場公開されるルパン三世レッド・オア・アライブの本2冊とメディアユースが歌う主題歌ダメージの甘い罠の CD をセットにして100名様にプレゼントいたします。ご希望の方はご覧の宛先まで。ご応募お待ちしております。この放送は花王、キリン、三月、大正製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。